中国が狙っていたマゲシ島、日本政府が購入、戦闘機の訓練、緊急用基地に。本日、日本政府が、鹿児島県のマゲシ島を約160億円で購入することが明らかになりました。このマゲシ島は、中国が狙っていたと言われており、今後、日本政府は、米軍の空母艦載機の 離着陸訓練や有事の際に、緊急の戦闘機用の基地として運用できるように整備を行う方針です。政府には今後も日本の安全保障を、国防を万全にするため、必要な対策を取り続けていただくようにお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。